コースとセベンヌの地中海農牧業の文化的景観はフランス南部の中央山海に属するコース地方とセベンヌ山脈に含まれる農業景観を対象とするユネスコの世界遺産リスト登録物件である。ロックホールチーズの産地などを含むその景観は中世以来の伝統的な牧畜が営まれていることなどを理由として2011年の 第35回世界遺産委員会で登録された。ロックホールチーズの一切れこの物件がフランスの暫定リストに記載されたのは2002年2月1日のことであり、最初の推薦書は2005年1月25日に世界遺産センターに提出された。しかし、世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議からは資産について再考すべきとして、 登録延期を勧告され、翌年の第30回世界遺産委員会でも情報紹介決議にとどまった。フランス当局は資産範囲を再考した上で2009年1月27日に再推薦したが、アイコモスは再構成範囲についての情報が不十分であり、再度の現地調査が必要として登録延期を勧告した。その年の 第33回世界遺産委員会では再び情報紹介を決議され、フランス当局は2011年1月31日に3度目の推薦をした。その3度目の推薦書では、価値の重点が農牧業、とりわけロックホールのようなチーズ生産のための羊の素法的牧畜に置かれた。この推薦に対し、アイコモスは、 世界遺産としての顕著な普遍的価値は認めたものの、見直された登録範囲や保全状況についてのさらなる検討を理由に、情報紹介勧告に留めた。しかし、その年の第35回世界遺産委員会では、勧告が覆されて登録が認められた。なお、この第35回は、諮問機関が登録勧告をして登録された物件よりも、 登録を見送るように勧告して、逆転登録された物件の方が上回ったことで、議論になった年であり、これはそうした逆転登録の一つである。ともあれ、フランスは同じ年に登録された国境を超える、世界遺産、アルプス山脈周辺の戦士時代の区以上住居群と、合わせて世界遺産を2件増やし、37件とした。世界遺産としての正式登録名は、 ザカサスザセイベン、メディテレニアンアグロ、パストラルカルチュラルランドスケープ、レカサスイレセイベン、ペイスジクルトレルデールアグロ、パスターリスムメイディテレネンである。その日本語訳は資料によって、以下のような違いがある。世界遺産登録範囲の地図グランコースとセベンヌの登録対象は、中央3海南部に位置し、4県にまたがっている。登録対象内には134のコミューンがあるが、 た地域との境界をなしているのは、ビルポルトと呼ばれる5つの町、すなわちマンド、アレス、ガンジュ、ロデーブ、ミオである。範囲内の村々の景観や、石像の農家群には、11世紀以来の修道院の影響が見られるとされる。登録範囲を取り囲む干渉地域には97のコミューンが存在している。登録範囲は、セベンヌ国立公園や、 グランコース地域圏自然公園によって保護されてきた。しかしながら、シェールガス採掘の可能性が取り沙汰されて、脅かされている地域もある。とはいえ、アイコモスの韓国で特に問題視された脅威は、伝統的な農牧畜業の衰退への懸念であった。ありがとうございます。